バンダイアタミ温泉は、福島県郡山市にある温泉。月岡温泉、岩木湯本温泉とともに、万越三美人湯に数えられている。また、名東百選の一つ、バンダイアタミ温泉近くの芋川郡山の奥座敷として、歓楽街温泉であったことから、規模の大きなホテルも多い。温泉街は、バンダイアタミ駅のすぐそばと、 芋川に沿って旅館が立ち並ぶところと2つに分かれているが非常に近接しているため通常は一つの温泉街として扱われる。芋川の渓谷沿いにある温泉街の方が比較的歴史が古く現在も20数軒の旅館が存在する。源泉は芋川沿いに共同のものがあるほか専用の源泉があるホテルや旅館も多い。共同浴場は 宝の湯と、西木星湯の2軒が存在する。足湯は、万代熱海駅前と芋川沿いにあり、日没まで無料で利用することができる。また、各旅館が設置している足湯もいくつかあり、無料で利用できる。スポーツ施設が多いのが特徴で、温泉街の近くには、プールや多目的アリーナを備えた、郡山ユラックス熱海、熱海フットボールセンターを併設する、ホット熱海。 福島国体とスポーツ祭、東京2013の会場となったバンダイアタミ、アイスアリーナと氷山スケート場の両スケート場、多目的グラウンドや体育館、アタミサッカー場などを備えるバンダイアタミスポーツパーク、氷山アタミカントリークラブ等多くのスポーツ施設がある。このため、バンダイアタミ温泉旅館共同組合では、スポーツ温泉と歌っている。観光スポットは、 江戸昭和初期の着物を展示している日本着物文化美術館などがある。イベントとしては毎年8月に温泉街で開かれる萩姫祭り、冬季に開催されるアイスホッケーアジアリーグ公式戦、毎年12月にバンダイアタミ町内2つのスケート場で開かれるバンダイアタミ温泉ツルリン小祭り等がある。温泉宿バンダイアタミ駅前。 足湯開け湯は800年前である伝えられる。熱海という地名は、欧州合戦の後にこの地の領主になった、源頼朝の家臣、伊藤雄町の出身地である伊豆にある熱海温泉に由来する。南北朝時代から室町時代初期の頃、久下のまでの工事藤士房の娘萩姫が、夫人の病にかかり、夢枕に立った、不動明王から、都から、東北方面に行き、 500本目の川岸に冷泉があるというお告げを受けた。これに従って、東温泉にたどり着いた萩姫は、当時して全開したと伝えられる。これに感謝して、次女幸恵が不動明王を祀ったのが、不動滝近くにある大峰不動村だという。また、温泉街を流れる芋川は、この伝説が名称の由来となっている。1918年に四季彩り一力が創業。 二年後には、詩人の大町慶月が宿泊して、監視を残しており、現在、庭園内にはその死費が立つ。1969年2月5日、岩光ホテルで火災が発生し、死者31人、負傷者41人の大惨事になる。1970年には、第21回全国植樹祭で、昭和天皇が、1984年には、 上皇秋人が東温泉に宿泊。1989年、日帰りの入浴施設や多目的の大型ホール、アリーナ等を備えた複合施設小売山ユラックス熱海がオープン。1995年には、秋篠宮殿下が東温泉に宿泊。1996年9月、熱海バイパスが開通し、温泉街中心部を通る旧国道49号の交通量が、 大幅に減少。これに合わせて歩行者が歩きやすい街づくりが行われる。2004年に発生した温泉偽装問題では、井戸水利用なのに温泉利用と思わせる表記をしていた旅館が一件あったと報じられたものの、2007年現在、この問題は解決している。2004年10月2日には、バンダイアタミ駅前に足湯がオープンした。2008年5月には、 温泉街に日本着物文化美術館がオープンし、県外からの観光客も呼べる新名所として賑わっている。2009年より東北フリーブレイズのホームリンクとしてバンダイアタミアイスアリーナが使用されている。2015年2月、イギリス王室のウィリアム王子が来日28日には東温泉で夕食会が催され宿泊した。2018年5月、 観光物産館や熱海フットボールセンターなどからなる熱海多目的交流施設ホット熱海がオープン。この他、温泉街から北東に数キロ離れた高玉地区にも温泉があり、高玉金山跡地には入浴施設がある。また、温泉街から車で15分ほど北上した地域には、市営の氷山石、むしろ触れ合い牧場があり、春から秋にかけては家族連れで賑わうほか、 冬には、近隣のリステルスキーファンタジアや、沼尻スキー場のほか、バンダイ、稲脇城方面のスキー場への通り道になるため、スキー場帰りの客で賑わう。ありがとうございます。